おはようございます。11月16日の相場解説になります。まあレンジの方に傾いてきましたんで、レンジ戦略を取っていこうかと思います。今日はですね、レンジをどこに決めるのかってことと、やっぱりブレイクアウト作戦ですね、こちらの方についてお話していこうと思いますので、いつも通りこちらをご覧ください。はい、これがデイリーでございます。デイリーのレンジなんですけども、以前までの考えをちょっとすっきりと整理して、ここら辺にね絞っていこうかと思います。下が113円の480、上が110円の345ということで、切り板になってますね。切り板をチェックしておきましょう。ここです。で、現在144の184の188ですから、もう売りの方に向かってもいいかなっていうところですよね。これがですね、逆に上の方を突き抜けて114の345を上回るようでしたら、これはブレイクアウトでバイで入るっていうことになります。113480と、ちょっとメモしておきましょうね。はい、じゃあ次は4時間でいきます。4時間でいくと114の345、この辺ですかね。で480、113の480、こうか、この辺りですね。こういう風になりますね、大体ね。このレンジでいこうかなっていうところです。4時間の場合もうちょっとスタンスを縮めて、これでもいいかな。114の320ですね。ちょっと絞れてきました。320で113の445ですね。ちょっとだけ絞りました、上下に。はい、これでいきましょうか。で、最後に1時間軸なんですけども、1時間軸は113の445よりももっともっとシャープにした方がいいですね。一番上がここ、一番の安値がこことここを結んだラインなんで、こうですかね。このレンジでいきましょうか。だいたい113円の785が下です。で、上の方が114の225。かなり絞れましたね、これでね、上下に。はい。この50ピップスあたりが上下のレンジになってきますので、このレンジのブレイクアウトでいってみましょう。今日はそれだけですね。値段書いていきましょうか、一応。ここにね、上は114の255でしょ。下が113の785。これのブレイクアウトでいきましょう。ね。じゃあ、サムネイルも作っときますね、こうやって。今日は11月16日ですから、ブレイクアウト。36、ブレイクアウト狙い。以上かな。はい、はい、今日は以上です。ブレイクアウト狙っていきましょう。それが今週の方針です。いってらっしゃい。